ロゴテン、トランクス君、ピッコロさん、間に合ってくれ。やっ、ゼロ五点、トランクス君、ピッコロさん、終わっちゃったよ。殺されちゃうよね、絶対。頼りになるとは思えんが、俺も戦う。やるだけやって一緒に死のう。帰ってきたご飯、限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃん、兄ちゃんだ。よかった、間に合って。ご飯さん、兄ちゃん、よかった、死んだんじゃなかったんだね。あれがご飯なのか。以前とは木の種類が違う。甘さも消えている。だからあいつとは分からなかったんだ。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。母さんやデンデたちもか。そうだよ、僕たち以外みんなだよ。美味しかったぞ、みんな食べちゃったんだ、俺がチョコにしてな。いや違う、感じるぞ、かすかな気を。おい、まさか俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。Ah!
スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ人だ。どうした、来いよ。勝てんぜ、お前は。やっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ。自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。気を感じないぞ。あいつだって気を消せますよ。隠れてチャンスを狙ってるのかな。わからない。でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ。あの野郎、ご飯さんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか、うん、ちょっとだけな。そうだ、聞かせろご飯。どうやってそこまで極めたか。へえ、そんなすげえじいさんが。それよりドラゴンレーダーは誰が。ああ、俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまってはドラゴンボールはもう。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに気を感じるでしょ。何、本当だ。
デンデのところに向かいましょう。他にもかすかに誰かの木が。何？なんだ、人が。はい、あれは。あ、ミスターサタン、なんであいつだけ生き残ってんの。しぶといやつだな。ほっとこほっとこ。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。デンデ、よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だあの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとはなんだ。神様だぞ、神様。え、なんだって。そうだな。一体何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。え、なんだと。勘違いするな。貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ。なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと。僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜトランクス君。当たり前だぜ。待てよ、何か変だぞ。おかしいとは思うか。なんで？フュージョン！はぁ！じゃじゃーん！またまたやってきたぜ！正義の死神、スーパーゴテンクスだ！あのチビのパワーと、ピッコロというやつの頭さえ足せば。ごはんくん、無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。
再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くん、そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。ふんふんふん、何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。俺をぶっ殺してやるって。勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようなんでね。貴様にしては冷静な判断。父さんも吸収したのは正解だったようだな。しぶといやつだ。とてもかなわないと。あまり。ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。